皆さんこんにちは、ジェシー・オールゴムルダー、ヒロゲだ。はい、本日は動画のタイトルの通りなんですけど、私ヒロゲ、ついにチャンネル登録者数が1000人になりました。はい、皆さん、いつも私ヒロゲを応援してくれてありがとうございます。私ヒロゲ、YouTube を始めて今年で6年目になるんですけど、もう6年経って、やっと1000人を超えました。もう、長かったです。本当だったら4年目か5年目ぐらいで1000人は行くかなって思ってたんですけど、当時は学生だったということもあったので、学業を優先にしないといけなかったり、あとはまあちょっと競合とかも多かったので、僕のまあ動画が競合に負けてみんな見なくなってしまったということもあったりしたので、まあちょっといろいろ大変だったりしたこともあったんですけど、まあ競合とか一切関係なくやったおかげで、2023年は動画投稿を頑張ろうということで頑張り続けた結果、1年と4ヶ月で1000人超えたので、めちゃくちゃ嬉しいです。僕は思うのが、 YouTube で1000人超えるのってまあとにかく難しいなって思いました。本当に思うのが、もう6年間頑張ってきて本当に良かったなって思います。本当でしたらチャンネル登録者数が1000人超えたので、まあプレゼント企画かなんかやりたいなって思ってたんですけど、 YouTube の規則の都合上でプレゼント企画ができなくなってしまったので、なんかしてあげることはまあできないんですけど、まあ僕から皆さんにしてあげられることは、まあいつも通り変わらずに動画投稿を出すことかなって思っております。チャンネル登録者数が1000人超えたんで、まあ今の気持ちを話すと、まあめちゃくちゃ嬉しいのと、あとちょっと複雑なんですよね。この動画撮影してるのが4月29日で、まあその日がチャンネル登録者数1000人突破したと同時に、実は僕の友人の、命日でもあるんですよね。まあこの動画見たらわかると思うんですけど、まあ小学校から付き合いの長い友人が、まあ2年前、まあ交通事故で死んでしまって、もう当時、もう振り返ってみたら、もう、すごい大変でした。まあ、友人が死んで、まあその、新卒で入った会社にめちゃくちゃ迷惑かけて、で、挙句の果てに自分のやりたいこととかも全部、もう否定されて、そのまま新卒で入った会社をもう3ヶ月で辞めてしまって、もう当時は、もう、正直な話を言うと、もう会社のこととかもどうでもよかったんで、もう今思えばもう本当、あの時は辛かったなって思ってます。なので、僕のチャンネル登録者数が1000人になったのと同時に、まあ友人の命日でもあったので、この偶然は一体何だろうなって正直思っております。まあ最後になりますが、いつも私を応援してくれてありがとうございます。まず先ほども話した通りなんですけど、まあ僕がしてあげれることは、まあ皆さんにまあ動画をまあ出すことぐらいなので、まあこれからも変わらずに頑張っていこうと思います。それと最後になるんですけど、私ヒロゲ5月から8月まで動画投稿を週に1本だけ出させていただきます。まあ本来だったらもう活動休止にはしたかったんですけど、みんな忘れられちゃうかなって思うので、今回は去年同様にもう週に1本だけとさせていただきます。これもまあ一級建築士の試験だったJBF の作品作りに集中したいということもあるので、動画投稿は週に1回とさせていただきます。僕は一級建築士の資格を取るというの目標がありますので、まあちょっとそれも合わせてまあ頑張っていきたいなと思っております。はい、ということでこれからも変わらずに動画投稿を頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆さん私ヒロゲーの応援をどうぞよろしくお願いします。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ヤハハハハ。